ね、眠気などは全然感じずにノリノリで張り切っていきます。これよりお届けするのはソニックの時間、セガの歴史に3000度輝くビッグヒットをですね、開発してきた、現場の、チームの方々と一緒にですね、栄光の歴史を、振り返っていきたいと思います。そして私のお隣にですね、強力な援軍をお招きしました。自己紹介お願いします。どうも、セガの武田です。よろしくお願いします。はい、竹崎さんはね、現在セガのカスタマーリレーション推進室室長兼出室室長というね、はい、もうすごいお偉い方で、そんな偉くないですよね。はい、あの以前ね、あのもう皆さん知ってますよね、あの候補のタケちゃんとして、あの名物候補マンとして大活躍されてまして、はい、こんな感じで並んで喋るのは初めてかもしれない。浩二さんと2人が必ずこう向かい合って出るのが普通なんですけど、あの今日これのためにね、最初に会ったのいつ頃かなと思って記憶たどるんだけど、いつの間にか知り合ってて、あの頃のゲーム業界って結構みんなクリエイターの方もライターの方もメディアの方もなんかいつの間にかみんなこう知り合って、なんか飲み屋でいつの間にかなんかいつもなんかくだまえてる人いるなと思ったら、ね、あの人だったりこの人だったりみたいな、ね、ありましたね。90年代、はい、あれですね、セガに入られたのは、あの移られたのは93年ですね。はい、あのね、僕当時あのセガさんにもう 毎日のように通って、あのビデオマガジンで作ったんですけど、はい、そうですね、セガにすごいね、もう有名な、あのてかセガに入る前から有名なセガマニアの人が来たっていう噂はすごい流れて、はい、でそれは竹崎さんだったんですけど、セガ大好きで、そうですね、好きで好きでっていう人がなんかセガに来たって、それすごい幸せだったでしょ。幸せですね、すごい入りたくて、あのよく言ってるんですけど、セガに最初から就職したかったのになかなかね、チャンスがうまくなくて、6年間かけてなんとかセガに入ったみたいな。はい、そのセガに移りたいという希望を出し続けてね。そうですね、はい、それがあれでしょう、そこの当時ね、あの90年代のセガ、いろんなクリエイターさんがいて、そういう方々ともそこで出会って、そうですね、ね、すごい、すごい嬉しかったですよ、やっぱり、ね、よくね、こう社会人の常識として、こう自分の大好きな憧れのクリエイターとかに会ってもですね、うん、こう好きです、憧れですとか言っちゃまずいじゃないですか。あのまともにまず仕事してある程度ちゃんとね、あの信頼を得ることがまず大事だから、好きです好きです言っちゃいけないなと思ってすごい気をつけてました。そうですね、だいぶ仕事してから、まずいい仕事をすることを心がけてました ね、 当時ね。でも本当にいい仕事いっぱいされてるんですよ、ね、で、はい、ある程度仕事してから、例えば長さんとかに、実は好きだったんですよ、実は好きだったの告白するわけですね。恥ずかしいな。今まで言わなかったんです。でもね、本当にあの90年代にあのゲームのこう、さっきあのセガのおかげでゲームがかっこよくのイメージ変わったってさっき言ってたんですけど、はい、その僕はあのすごくね、その中であの竹崎さんのやられた仕事っていうのはね、すごく大きなことで、はい、あのゲームの広報スタイルがあの頃すごい変わって、 そこであの竹崎さん自身が変えたみたいなこと、苦労されたみたいなことあったでしょ。そうですね、あのやっぱりこう最初、まあ、セガのね、僕が入ったのって、やっぱセガのゲームの情報がセガのゲーム誌以外にあんまちゃんと載らないところをなんとかしたいと。セガの専門誌だけで。そうですね、だってセガに入った時に何年かけてもいいからファミ通にちゃんと記事載るようにしてくださいとかって言われたんですよね。当時ファミ通ですらね、もうセガは専門誌じゃないからって全部載らなかった。 ね、それが、まあ、全く載ってないわけじゃないですけど、うん、それをなんとかして、なんとかこうセガの機会をこうね、うん、いいもの持ってんのにもっと広げたいなみたいなね、思いながらやります。まあ、でもその後もね、やっぱゲームがあのセガサターンプレイステーションの頃とかに非常にこうテレビに出るようなことになっていったじゃないですか。あの時にこう映画的な手法でこう売ってみようとか、映画を宣伝するようにゲームも宣伝していこう、そうですね、そういう風にもう少しなんかこうメジャー感を持たせてっていうか、一般の人に広がっていくようなやり方したいなと思って、もう思いつくことをいろいろやってきて楽しかったですよ、本当に。ね、はい、クリエイターもね、あの中さんとか鈴木優さんとかどんどん表に出るようになってきて、そうですね、あの、うん、僕入った時あの、うん、名前禁止だったんですよね。あ、そう、クリエイターはね、クリエイター名前出す禁止なかったんですよ。それを出すためにすごい苦労してますよね。はい、出して一時 OK が出したのに、途中で開発の当時の、ね、本部長がなんか怒って、ね、お前のせいで引き抜きの電話がくるようになったとかって、なんで出したらいけないかっていうの皆さん分かんないでしょ。そう、引き抜かれるからなんですよ。引き抜かれるからなんですよ、ね、ね、信じられないですよね、今だね。なんかそれのおかげで、ね、なんかお前のせいだって言われて、来月からまた禁止とか言われたんですけど、だって先月まで出てるのに来月から禁止とかないよみたいなね。それで随分戦った思い出があります。懐かしいね、今となっては。そんなことあったのかって感じですね。でも本当にあの、ね、ゲーム の、ね、あのイメージが変わった時代だと思います。はい、すごい楽しい時代でしたね。はい、聞いていこうと思います。はいはい、続いてですね、あのメガドライブ時代のソニックを振り返りたいと思いまして、そのためにですね、今日すごいゲストを、ま、招いています。こちらです、プロデューサー飯塚さんです。あ、どうもこんにちは。ソニックシリーズプロデューサーの飯塚です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。飯塚さん、現在ソニックシリーズのプロデューサーとして開発チーム全体を仕切るお立場です。皆さんもソニックのことご存知だと思うんですけれどもね、僕ね、あれなんですよ、今日のためにメガドライブ出してソニック3を久しぶりにやったら飯塚さんの名前入ってますね。エンディングまでご覧になったんですか？っていうかね、あれすごいんですよ、ソニック3久しぶりに立ち上げて始めたら、はい、セーブデータ消えてなかったんですよまだ大丈夫だったんです大丈夫だったんですよすごいね、すごいですね、ハードもう20年近く前ですよね。そうだからもうエンディング直前までもあったから、まあ4つぐらいあったから順番にやってエンディング見たら飯塚さんの名前出てて、あ、これ明日会うって。さっきの話じゃないですけど、その実名を出すのがそのソニック3ぐらいになったと思います。その前はエンディングロールも、そう、名前なかったんだよね。はい、すいません、どんどんそれてますけれども、ソニックとはというのを飯塚さんに一言で説明。そうですね、もう今ご覧になっている方々にわざわざソニック説明するまでもないと思うんですけども、一応1991年に、セガを代表するアクションゲームキャラクターを作ろうということで生み出された、青い、世界最速のハリネズミというのがこのソニックです。さっきね、ちょっとコメントでなぜ青いんですかっていう根本的な質問があったんですけどそれはなぜ、いろんな隣にいますけどね、青の色には、いろんな意味がありまして、やっぱり青い空とか、爽やかなイメージですとか、 あと、セガを代表するキャラクターということで、セガのイメージキャラクターである青というのが、一番、このキャラクターに合うということで青にしています。ああ、そういうことなんですね。はい、ここでですね、ソニックが世界中でどれほど愛されているのかが分かる、そういう映像があるということなので見せていただいていいですか？お願いします。私も今この映像を見るのは今回が初めてなんですけども、ソニックがすごいんですね。はい、そうです、これ2012年なので、ちょうど昨年の、6月ですかね、アメリカのサンディエゴで行われたソニックブームというイベントです。うわ、コスプレしてる。そうですね、アメリカ中のかっこいいソニックファンの方たちが集まって踊ってる、ソニック踊ってる。で、本当にファンの人たちがもう集まってできたイベントで、こういうファンのコスプレイベントですとか、ゲーム大会ですとか、本当にみんなであったかい感じのファンイベント。へー、いいな。これは全アメリカで行ったイベントなんですけども、毎年アメリカとイギリスで、そういうファンイベントが行われています。本当嬉しいよね、日本で生まれたキャラクターが世界中でこうやってかっこいいものとしてね、憧れられて、で日本のアーティストをこうやってね演奏しちゃうって。本当です ね。で本当にもう22年前の、からのキャラクターなので、本当にお年寄りの方から、で孫を連れてきている方まで本当に年齢層が幅広いんですよね。すごいあったかいムードで行われるイベントで、こうファンの方がこう壇上に上がってクイズ大会やったりですとか、すごいね、ノリノリですね。あと瀬上と、アーティストの人たちを呼んで、セガのソニックの曲をライブ演奏したりですとか、非常に熱いイベントでしたね。かっこいいな。でもいいですね、そのソニックを、ね、見せれば気持ちが通じ合うっていうのね、歌ってプレイすれば。そうですね、本当に曲とか全世界の方々にこう共通で、同じ一つ の趣旨でこう盛り上がれるっていうのはすごく嬉しいですよね。これはクイズ大会ですね。あ、みんな結構正解するんですか？いや、もう結構すごくマニアックな質問からして、すごくハードな内容まで皆さん答えられてましたね。ソニックが最初に出たのって91年でしたっけ？はい、1991年ですね。ちょうど僕その頃アメリカにいて、
多分アメリカで多分いきなりもうすごい衝撃的に受け入れられて、ね、でこれはもうねクールな大人のかっこいいゲームなんで最初から宣伝コマーシャルとかやってて、はい、でね、今でこそこれはソニックかっこいいスピーディーだっていうか、当時ゲームの世界でそういう売り方をすること自体がね、そうですね、とても新しかったですね、うん、まだメガドライブっていうまだ、ね、能力は決して高くないハードウェアでいやでもビュンビュン動いてスピードを特徴としたゲームってのは珍しかったと思います、うんうん、はい、今ですね飯塚さんの目の前にはセガの歴代のハードがずらりと並んでいます、はいはい、メガドライブからスターから、はいはい、メガドライブが、ね、アメリカでもブレイクしてそこでソニックが生まれて、ね、サターンが出てきてドリームキャストと、ね、もっと古いのも、ね、こっちにあるんですけど、まあ、この辺からの話を今日はちょっといろいろ聞いてみたいと思います、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグを、メガドライブこれまだ動きますよね、ちょっと起動していただこうかなと思うんですが飯塚さん いいですか。あ、もう今、はい、電源がすでに入っている状態、はいはい、ソニック1が今動いてる。懐かしいな。91年のね、セスっていう家電用のイベントで僕見て、ああびっくりしましたよ、ね。まだね、E3 とか始まる前だったんですね。あ、そうですね、うん、はい。最初はセスですね、うん。一番最初にお客さんの目に触れたのは東京ゲームショウ、おもちゃショーですね。おもちゃショーです。ゲームショーなかったね。はい。そう、うん。おもちゃショーの時に最初まだ発売前のソニックが出たと聞いてます。まだ私もこの頃は学生だったんですけども。ああ、そうなんですか、はい、僕もこの頃は前の会社で仕事をしてでも当時から結構あれでしょ、好きで追いかけてるでしょ。どう思いました。いやこれはすごい感動しましたよ。あ、その前からセガは好きで。いやだってメガドライバーね、発売日買ってますからね。じゃあこれが出た時にやったセガの時代来たと思ったでしょ。いやこれが、ね、これだけじゃないですよ。これだけじゃないですよ。メガドライバーいろんないいゲームありますからね、でもねこれはやっぱね、アピールがすごかったですよね、うん、こう店頭とかでこのアドバタイズが流れててもやっぱ目を見張るじゃないですか。そうですね。そのソニックの1でやっぱ特にすごいと思ったのは、確かにスピード感であるんですけど、この、まあ、ハードの色数のことはちょっと置いといて、ただすごく色のセンスとか、そうですね、あとパーツのデザインが素晴らしくよくできてて、うん、あートータルで見て非常にこう、うん、なんていうんですか、シンプルながら、ね、かっこいいデザインに全部なってて、うん、はい、まあ、音楽も含めて非常に良かったですよね。だから色数の制限を感じないんですよね。これ意図的にかっこいいね。そうですね、うん、当時本当に色数少ない中、CG グラフィック、もう今でいうともう CG 当たり前ですけども、うん、当時のこのメガドライブのハードで CG をイメージした世界観を作るっていうところがソニック1の大きなコンセプトだったので、まあ、本当にうまく表現できたなと。店頭とかでかかってるじゃないですか、デモが、はい、でそれを見てる周りの人がどう反応するかを資料となる僕が見てるみたいな一日中みたいなゲームショップでそんなことやってた。今から考えればアホみたいですけどね。そうなんか私もちょうど学生でセガを受けた時がこれが発売した時でして、本当にすごい会社だなと思って、自分もこういうゲーム作りたいなと思ってた時が本当ソニック1の時です、ね、みんな夢実現してますね。はい、ではですね、続きまして、飯塚さんってデビュー作がソニック3なんですか。そうですね、はい、はい、これじゃあ見せていただきましょう。はい、はい、これじゃあ差し替えて、差し替えです。ここメガドライブ触るの久しぶりですね。まず電源切ります。そうなんですよ、カチャってやってそれで抜き差しするんですよね。で、ソニック3はご存知の方もいるかと思いますけど、ソニック&ナックルズと、ね、ロックオンカートリッジになってまして、こうすごく久しぶりですけども、こう2つのカートリッジを合体させると一つのゲームタイトルになるというところが一つの大きな特徴でした。そう、ね、いろんな面遊べるような別のやつもさせるようになるんですよね。そうですね、うん、はい、うん、そういう面白い、ね、ちゃんと動きますね。ちゃんと動きます。ゲームにゲームが入って、その受け手の側のゲームが拡張していくっていうね。そうなんです。これは最初は一つのゲームとしてソニック3というのを構想で、企画してたんですけども、まあ、あまりに作るものが大きくなりすぎてしまって、うん、まあ、当時のカートリッジの容量ではもう収まらないと、あ、いうことになってしまって、こう泣く泣く2つに分けることになったと。うん、で、まあ、2つに分けたからにはこうやっぱり1つでやりたいよねということで、まあ、当時の中さんが、まあ、会社の上司にこう無理を言って実現したのがこのロックオンカートリッジです。まだ持ってる人います？ね、
記憶になりますよ ね, ねゲーム機見て、ね、メガドライバー皆さんは、ね、あそうかナックルズがごめんなさいなあのテイルズが懐かしいですね懐かしいですねソニック3&ナックルズとはい、はいこのオリジナルソニックあのねあれですね今運営コメント出てるかなあのメガドライブのゲームは結構ねあのバーチャルコンソールに入ってますよねはい、オリジナルソニックシリーズの続編がダウンロードタイトルとして好評配信中だということですもうちょっと V 見せていただきましょうかはい新しくて懐かしいこれはソニック4ですね、はい、ごめんなさいちょっとこれはソニック4、はい、あそうですねソニックこれなんですか、はい、これははいまあ、メガドライブで、ソニック3まで、これは1994年なんですけども、その久しぶりにその続編を、2010年に出しまして、ソニック4エピソード1とソニック4エピソード2というのを、今、配信しています、はい、これはでもあれですよね僕もあの社内の会議で出てきた時に相当感激しましたよねやっぱこうどうしてもソニックってこう横スクロールの 2D っていうのがやっぱスピード感をうまくねスピード感と遊びやすさを並列させて成功させるのにすごい大きかったじゃないですか、はい、で 3D になって非常にそれはそれでそこで工夫してやっぱりやってたんですけどとはいえやっぱり今久しぶりにこう 2D の ね, そうですねソニックの続編がいわゆる4が見れるっていうのはすごい嬉しかったですね、はい、そうだから 2D から 3D っていうのは進化じゃなくて拡張でね、はい、2D は 2D でこれ見るとしっかり10年分進化してるなっていうのがね、そうですね分かって 3D は 3D でもいいじゃないですかで多分ねあのジェネレーションのあたりでその辺をうまく使用してね、そうですね、うんはい、やっぱりそのあたりあの両方ができるすごいチームだなと、うん、そうですね、それぞれにやっぱり 2D のソニックと 3D のソニックそれぞれに良さがありますので、うん、まあそれの両方をあのこれからも皆さんに提供したいなということで、うん、このソニック4を久しぶりにこういう機会にねしっかりちょっときあのねあの聞いておきたいし皆さんにもちょっとあのからも聞きたいんですけどこうある時期にゲームって2D が進化して 3D になるみたいな誤解がゲームよくあったじゃないですか。そうですね、でもやっぱり 2D って今やっても全然、うん、ね新しいしかっこいいし面白いからそこをどんどん突き詰めて いっていただくっていうのもね、そうですね、ぜひやり続けていただきたいと思いますね。はい、はい、これあの新しいソニックの新シリーズダウンロードしてお楽しみください。はい、はい、続いてですね次の、メガ CD あの、メガドライブからの拡張 CD ですね。メガ CD。はい。はい、メガ CD 時代のソニックを振り返りましょう。ここでもう一人ゲストをお招きしました。ソニックシリーズアートディレクターの星野さんです。星野さんお願いします。あ、星野さんもうスーパークリエイター、有名クリエイターですね。どんどん懐かしい で, す、ね、でも皆さん若いですよね。背が高いですよね。決して若くない。楽しいことやってると老けないんだろうな。ね、よろしくお願いします。星野さんは現在ソニックシリーズの数々のタイトルでアートディレクターとして活躍されています。星野さん、ソニックシリーズはメガ CD 時代からですね、はい、ソニック CD からですか。そうですね、はい、じゃあちょっとソニック CD の、ゲームでちょっと立ち上げて見せていただいて、はい、ゲーム画面出ますか。ソニック CD はあれですね、僕がちょうど93年にセガに入って、はい、最初に広報でやったタイトルがね、このソニック CD と夢見館の物語とファンタシースターの4ですね。ちょうどそういう時代、あとバーチャーレーシングのメガドライブみたいな、あの時代。そうか、夢見館なんか聞くとなんかあの時代のなんかね、その CD でいろんなことができるようになったっていう新しさで、ソニックはじゃあ CD でどんな風にね広がるんだろうっていう期待感すごかったんですよね。そうそう、このなんかオープニングをね、なんかこうコマ撮りみたいなね、セル画とかで一生懸命こう雑誌に出してたよね。もうわざわざ本格的なアニメを作っていただいて、あ、これアニメね。そう、アニメを作って、であのちょっとこれソニックが走るところがあるじゃないですか。高速走りのところで、あれあの足がこう無限大の形になってリボンみたいになるっていうのをこのアニメのスタッフさんが、まあ、考えてくださって、それをこれみんなでかっこいいじゃんっていう話になって、それであのゲームの方に逆輸入みたいな感じで取り入れたり。そうか、アニメができるようになったから、うん、ソニックをアニメキャラとして動かしてみるっていう試みがあって、そこにアニメ業界からのノウハウも入ってきて、さらにゲームもそれで拡張していくと、
あアイデアをこうやり取りするようなことを初めてでした。もう蜂の地で走ってるんですけども、もうそれもこれですね、このアニメーションから。このあれですね、あのメタルソニックは、星野さんがデザインされたという、はい、そうですね、あのメカの、ね、そうですね、機械のソニック、覚えてます？覚えてますっていうか、まだ新しいです。あのソニックのなんか強力なライバルが、うん、まあ、必要だっていうことになって、うん、まあ、全部あのデザイン任されたんですけど、うん、まあ、姿形はソニックに、まあ、似てる、うん、でもなんかあのエッグマンが作ったロボットで、うん、まあ、最強のロボットで、まあ、最強のライバルになるようなものっていうふうに、まあ、お題が出て、まあ、それでちょっと作ったんですけど、CD 時代になって物語的にもそういうふうにね、キャラクター増えることによって広がりが出てきますよね。でも宣伝はまた宣伝大変ですよね。そうです、でもそれで、まあ、でもね、ね、うん、映画的な宣伝みたいなことが、そうですね、まあ、あのまだ入ったばっかでね、ソニック CD の頃はまだ映画的なっていうほどには世の中ね進化しなかったけど、まあ、多少夢見やかとかナイトトラップあたりの時にはね映画っぽくなったけど、ソニック CD はもうとにかくこのオープニングを見せなきゃっていうのがね、ありましたよね。だから動画でやっぱり見せていかないというか、そういうビデオマガジンな感じですよね。あ、そうそうそう、あの仕事させてもらって小金を儲けさせてもらいましたけど映像でね、でもやっぱり当時ネットがあったらね、もっとこういう番組やってたでしょ。そうそうそう、こういうのやってた。ゲームが映像時代に入って、映像時代、もちろんそのゲームと映像は違うものだけど、やっぱしっかり映像で見せるべきだなっていうことになって、だってせっかくこのね、うん、アニメーションが動きましたとかって雑誌で書いてても全部コマですからねパラパラ漫画かみたいなぐらいのね、それでコマ並べて紹介したんですそう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 、うん、CD、メガ CD はあのそれまでのメガドライブと加えて、あの回転とか、あと拡大縮小とか、まあ、当時僕らにとってあの夢の機能がようやく乗っかったっていう機械でもあって、であのソニック CD は、スペシャルステージがあるんですけども、そこにあのその機能を、まあ、思いっきり使ってみようっていうのを作ったんですね。あれですね、結構そのメガドライブの時代長く続いて、実際に売れメガドライブが売れてあの大きな市場になった、でそこでいろんなことを試すんだけど、その時点でクリエイターとしてはこんなことやりたいんだけどな、あんなことやり、容量が大きければこんなことやりたいし、回転できるんだったらこんなことやりたいというのが溜まってたところに CD が来て、そこで実現したみたいな。あ、相当あの回転とか拡大縮小また言ってますけど羨ましかったですねメガドライブって相当なんか無理やり拡張ハードな感じがしますね。最終的に 32X まで行っちゃいますもんね。そうですね、あのね、ちょっと飛ばしちゃってますけど、メガドライブの上に 32X って別のハードガチャって乗っけるのもあったんですね。ありますよね、この CD の後ですね。そうそうそう、ね、日本ではそれすごいメガドラタワーとか見えてたよね。アメリカでは結構ガッチャンガッチャンガッチャンってビルディングのようにメガドラがなっていくっていう状態で、はい、でその後に、この話ですね、セガサターンの話もしたいなと思います。メガドライブ、メガ CD、セガハードの歴史、次にご紹介するのはセガサターン、そして名作ナイツです。飯塚さん、次ナイツを起動して見せていただきたいと思います。セガサターンですね。セガサターンはあれなんですよね、あのソニックシリーズが最初からハードの顔で出てくるっていうのをあえて避けたパターンになったんですよね。そうですね、まああえて避けたというよりも、我々あのソニック1、2、3でナックルズまで作って、でもうソニックはもうだいぶあのメガドライブの顔になったので、まあ、このセガサターンの新しい顔になれる新しいキャラクターを生み出そうということで、誕生したのがナイツですね。これも本当にいいソフトですよねって僕が言ったら、お前何やねんみたいな、お前広報やろみたいな感じなんですけど、いやでもね、あのね、分かる、あの本当にいいタイトル、そう、本当にいいタイトルって広報の立場でもこのゲームはいいですよとか言いようがないんですよ ね、でも、ま、本当に信用して、ね、遊んでみてくださいっていう本当にこれはね、でもあの開発当時は本当にもうこれ以上大変なソフトはなかったぐらい大変でした。本当にどの辺ですか、やっぱり 3D 空間の表現ですか。あのずっとソニックのゲームをずっと作り続けてきたんで、今度は空を飛ぶアクションゲームを作ろうと、でも空を飛ぶと今までソニックで当たり前だったジャンプして、あの足場をジャンプしながら進むっていう方程式がもう空を飛んだ時点でもうなくなってしまうんですね。で果たして空を飛んでどういうゲームにすればいいんだろうっていうのがもう本当に試行錯誤しまして、
もう本当にもう毎日あの 上司だった中さんとか大島さんとかにもうダメ出しを食らってもう頭を抱えながら毎日会社から家に帰るみたいな。でもちゃんと結構こんな美しい世界ですよね。そうそうそう、これもあの最初のキャラクターを作るときに大島さんが、まあ、あの人いろいろ今後の流行りとか分析したりして、まあ、キャラクター作ったりするんですけど、大島さんってキャラクターじゃないんですか。はい、はい、今度ピエロやって言い出して、あ、まあ、それでこういう世界観がだんだん固まっていったって感じなんですよね。あ、そうか、ピエロのあのカラフルな感じをこの 3D の空間に空に飛ばしていく、ね、空を飛ぶゲームだとかピエロだとかそういういろんなキーワードはこう出てくるんですけど、全部がこうまとまらなくてですね。でそこであの夢の世界にしようっていう提案をしたところ全部がこう紐で結ばれたっていう、いろんなキーワードがこう結ばれて、あ、夢だからピエロで空飛ぶっていう、これが全部こう一致したんですね。ゲームって制作的にはその音楽とか映画以上に ね、そういう意味ではすごいトータル的なものですよね。ナイツのすごい発明というか、まあ、そまた発明って何言ってんって感じなんですけど、すごくナイツでその 3D なのにこう 2D 的な操作感で動かしつつだけどやっぱり 3D になっているっていうのってものすごく難しかったと思うんですよ。であの当時これ発表会した時にですね、弁当スタッフの山下明さんといろいろ話してたんですけど、ナイツの発明っていうのは 3D 空間の中にチューブのようなものを作って、その中のある程度制限をつけながらも自由度を感じさせつつ高速で飛ばすっていう、その発明がすごいよねって話で、あれ攻略本作るのが大変だったんですよね。皆さんの攻略本大変なんですよ。マップにこう立体の中にこうチューブのようなものをっていう風な作り方をしないと攻略本が実は作れないという。でもそのね、あのチューブ感っていうのが、あの 2D のゲームの良さが実は生かされてるわけですね。そうなんですよね。その中でこうキャラクターがこう動きこう回りっていうね、あれは作る時によくあそこにたどり着いたなと思ったんですよね。最初そうですね、 2D のゲームとしてこう作り始めようとしてて、はい、でそれだとどうしてもやっぱ気持ちよさが出ないということで、その、まあ、最初 2D っていう頭でゲームをデザインしてたので、まあ、3D 空間の中をああやって 2D で回るという思考にこう行ったんだと思うんですけど、当時の現場すごいスパークが、アイデアのスパークがあったんですけど、あとあれですね、あのナイツが出た頃にこの丸いあのアナログが入力できる マルコンですね。マルコンです。これでやれると、ね、すごくさらにやりやすいと。そうなんです。これ、もうナイツ開発してる時にはまだこのゲームパッドしかなかったんですね。でこれでずっと開発を進めてたんですけども、手が痛くなるんですよ。回してナイツの操作を回して指がすごく痛くなって、こうもっとこう軽く回せるアナログのようなスティックを、あの望んでたところを、当時あのパンツァードラグーンも一緒に作ってまして、でパンツァードラグーンのチームも同じように、あ、こういうのを求めてたっていう意見をもらえまして、あ、じゃあこれはちゃんとあのコントローラーとしてちゃんと出すべきだということで、あの提案して作っていただいたコントローラーです。これでも結構その後のゲームのコントローラーのスタンダードですよね。そうですね。このね、コントローラーの中で、アナログと、非常にちょっと変わった形をしてますけど、ちょっと見せてください。これ、ね、若い人びっくりすると思うよ、この。というか、でかいみたいな。いや、でもこれ操作するとやりやすいんですよ。そうなんです、ね、このアナログ部分は本当に今でもナイツを遊ぶには一番遊びやすい。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、それではですね、サターン、もうごめんなさい、駆け足で本当に申し訳ないんですけど、ちょっとサターンもうちょっと話します。サターンのその他の記憶に残る、あの広報の立場で記憶に残る、 あのね、ナイツ戻っちゃうんですけど、ナイツって実はですね、あのソニックチーム的にはこうソニックじゃない新しいセガサターンの顔っていうので立ち上げられたんですけど、広報する側からするとですね、まるっきり新作になるわけですよ、結構実は大変で、新しいタイトルやっぱり売り出してる、さっき あの映画みたいなと話しましたけど、やっぱりそのこのソニックナイツをソニックに値するだけのキャラクターにするためっていうので、あの発表会をまずやったじゃないですか。発表会でね、あの
エネミーゼロと、はい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 、しかもあの時エネミーゼロ確かあの日になんかあれでしたっけ、ハードを変えますって発表したんですよ。大変なことですよね、あのショーの会場で、ね、ハード変えます発表して、で発表会こっちですって来たところで、うん、エネミーゼロとナイツとボンバーマンで発表会をやってた。ボンバーマン毛色が違います、ね、なんか今から考えてもおかしいなと面白いなと思うんですけど、であとナイツの発売日前は新聞広告とかもやりますよね。あ、そうですね、はい、新聞広告でカウントダウンをして、で発売タイミングでゲーム雑誌の表紙ジャックっていうのをやって、意外とあれ全部新しい試みだったんですよね。本当にいろいろやっていただいたのを覚えてますね。だから、ね、だからすごくあのみんなやっぱスタッフ、あの作ってる側も売る側もみん な一致団結してこのタイトル立ち上げなきゃっていう熱がすごいありましたよね、うん、このあのマルコンもそうですけど、そうですよね、あの本当にあのこう開発側からの提案をすごくあの受け取れて受け取っていただいて、あのクリスマスナイツが実現したんです。ああ、そうでしたね。そうクリスマスナイツもね、ある時見に行ったらクリスマスナイツが動いてるんですね、はい、開発室の中でね、これ何ですかみたいな。あの時も本当にあのゲーム開発側がもう勝手に作っててクリスマスナイツを、で何とかしてこれを、ね、世に出したい、ね、お客さんにこう配りたいって言って実現していただいた、うん、ね、なんかソフト作る人とね、宣伝する側と、それこそそのあの製造だけじゃ、製造ソフトの製造だけじゃなくてハード的なね、ハードウェア的なものまで含めて一貫した体制ができたのがその頃っていう、そうです ね、その意見がね。でもその頃ね、多分竹崎さんがいろんなセクションをこう回って、ね、メディアとしてね、会社の中のメディアとして動いたっていうのは結構評価できるじゃないですか。そんなにあれ、そんな偉くないですから。いや、まあぶっちゃけ言うと、なんかセガマニアですからね。ぶっちゃけ言うと飲み会をたくさん主催したっていう、ね、あ、飲み会もやってた、飲み会もやってたっていう状況でしたよね。楽しかったですね。楽しかったですね、はい、セガスさん、あのこの辺にしました。セガスさん、はい、でもすごく売れて、ね、本当情報修正やってすごく売れたんだけれども、でもあえてニューハードが出たんですよね、ドリームキャスト、はい、ドリームキャスト時代のソニックシリーズを振り返らせていただきたいと思います。ここであの本日もう一人ゲストをお呼びしています。ソニックシリーズサウンドディレクターの瀬野上さんです。よろしくお願いします。瀬野上さん、さっき映ってたあの、ね、ね、映ってた、世界的ミュージシャン、あれで、ね、ブームの映像で、はい、現在ソニックシリーズの数々のタイトルでサウンドディレクターとして活躍されています。最近ではソニックシリーズの20周年記念タイトル、ソニックジェネレーションズを担当されました。はい、それではですね、ネットワーク対応ハードの先駆け、あ、そうか、そうですね、ドリームキャスト最初からネットワーク対応、ここも大きいですよね。しかもね、はい、ローバンドでしたからね。そうですね、電話回線につなげてないでモデルがついてます、ね、セーブもみんな あれいっぱい買って、あのカートリッジいっぱい買ってセーブしてましたよね。ゆかや専務の CM も印象的だったドリームキャスト、そして、至福の時を経てハイスピード 3D アクションとして蘇ったソニックアドベンチャーを起動していただきます。飯塚さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ソニックアドベンチャー、あれですね、そのセガサターンでナイツ、そして満を持してドリームキャストではこうローンチに向けてソニックアドベンチャーって流れてたね。忙しいですよね。あのセガサターンの時にはあのちゃんとしたソニック の続編タイトルを出すことができなかったので、で今度じゃあセガサターンで出そうというふうにあの企画を立った時にちょうどドリームキャストの、 あのハードの話が上がりまして、じゃあぜひドリームキャストのローンチに、このソニックのソフトを間に合わそうということで、ソニックアドベンチャーが企画されました。オープニングも懐かしいですねかなりイメージ一新されたという印象があるんですけど、あの、はい、角上さんとかにも聞きたいんですけど、音楽のイメージとかもかなり、ね、ロック調になって、そうですね、確かにここは大きな、まあ、転換期といいますか、あの、まあ、実際いろいろな面で変えることがあったので、まあ、音楽の面でも変えようと思いましたね、うん、ただソニックの場合はあの先ほどあの紹介してたメガ CD のソニック CD だったりとか、あと紹介していませんでしたけどサターンのソニック R のレーシングね、あれもそうなんですけど、あのボーカル曲が割とこう乗ってるっていう、まあ、事例が結構あったんですよ。
それなので、まあ、テーマ曲を作るっていうのは、まあ、その流れからしても普通に考えられたんですけど、まあ、この曲なんだアドベンチャーの場合はキャラクターが6人いて、でそのそれぞれにストーリーがあるっていうものだったんで、それぞれのテーマ曲を作ろうみたいな形でどんどん広げていった感じでしたね。瀬上さんが髪を伸ばされたのはその頃ですか？いや高校生の時から。あ、そうですか、はい、あれですか、当時あのアメリカでも制作されてたという噂をお聞きしたんですけど。そうです、あの日本でクロソニックアドベンチャーを作り終わった後、今度2を作ろうっていう話になった時に、あの我々3人ともアメリカに行きまして、アメリカでスタジオを起こした。うわ、羨ましいですね。アメリカのどちら？あのサンフランシスコ。うわ、羨ましいですね。あのそれはあれですか、あのなんかあれですか、そのこう世界に向けてのゲームを作るために気持ちをアメリカに、はい、そうですね、うん、あのメガドライブの、ソニック1が日本で作られて、ね、ソニック2はアメリカで作られてるんですよ。スリー&ナックルズもアメリカで作ってまして、で まあ、それと同じ、またもう一度ソニックアドベンチャーも日本で作って、で2はやっぱりあの世界に向けた目線で、作るためにアメリカで作りたいというちょっとわがままを会社に言いまして、それが通じたっていいな、はい、それを実現していただきました。当時3人ともじゃあアメリカで暮らなんかその頃の暮らしの記憶思い出とか食べ物は美味しいし気候はいいしね。気候はいいですね。あと家が広い。あの家にプールあったでしょ。プール、ね、ありましたね。羨ましいですね。すごいと思いません？プール付きの部屋でゲーム制作、多分なんかこうあっという間に英語喋れそうじゃないですか。いいことだらけじゃないですよ。もう本当に大変なこともだった。でもコミュニケーションやっぱ大変ですよね。向こうのスタッフとのコミュニケーションと、ね、大変ですね。現地のクリエイターも結構参加してる、あのアメリカ人の制作スタッフも参加して、いえ、制作したのは全部日本のスタッフです。ただ、SOA のセガオブアメリカの中で、制作はしてましたので、だからゲーム制作以外 あのサポートとかは全部現地のスタッフにやっていただきました。向こうにしてみたらね、あれですよね、やっぱ当時まだほとんど、まあ、スポーツゲームはあれだと思うんですけど、日本のゲームが、ね、結構メインじゃないですか、商品としては。でそこにね、日本から本場からクリエイターが来るって言ったら向こう嬉しいでしょうね。ね、どんな人ですかね。そんなこともなかったような気がする。モテたね。歓迎はしていただいたって感じ。ソニックアドベンチャーといえば発表会がちょっと楽しかったですよね。あ、そうですね。ドリームキャストの、まあ、発表も兼ねて、東京国際フォーラム、はい、東京国際フォーラムで発表会をさせていただきまして、はい、非常に大きな発表会。中さん、風船から出てきたよね。あのシーンは寒かったですね。あれ竹崎さんがやらせたんですか？ちゃうちゃう、僕じゃないですよ。すみません、寒いなんて言っちゃって、ごめんなさい、つい言っちゃいました。かっこよかったですよ。白い風船でしたっけ？なんかそうです、白い風船でここライティングで、ね、ソニックがボールになったようなイメージで、そこパーンと中さんがヒャー出てくるんですよね。かっこよかったですよ、本当に。かっこよかったね。ああいう時代、2001年ぐらい、ね、2001年ぐらいかな。ドリームキャストのローンチ前ですから、うん、98年、ね、あれからだから15年ですね、今。あ、15年15年経ってるんだ。15年っていうか、さっきソニック3やってた時にこの話するかと思ったんですけど、今日って2月の2日だったんですよね。2月の2日ってソニック3の発売日でしたよね。へー、それでヘッジホッグデーっていう、アメリカではその最近だとヘッジホッグデーっていう、まあ、本当はグラウンドホッグかな、をもじってヘッジホッグデーって言ってるんですけど、ソニックの日みたいな感じに割と、2月2日。あ、そうです、そうです、うん、ね、世界の人たちね、本当にお祝いですよ。ソニック3お誕生日おめでとうございます。はい、面白い。2001年が、ソニック誕生10周年と、でその時が、ソニックアドベンチャー2っていうことですね。そうですね、アドベンチャー2が、はい、そうです、10周年記念タイトルとして企画したのがソニック2ですね、はい、アドベンチャー2ですね。ね、ちょっとごめんなさい、ここで今お便りが届いたので、いくつか読ませていただきたいと思います。ペンネーム YU32X さん、はい、現在のソニックグッズは持っていませんが、昔両親がいろいろ買って身の回りはセガはもちろんのこと、ソニックのグッズは溢れてたんですが、
竹坂さんもこういった服はもちろんですが、筆箱やカーテンは持っていらっしゃいます。竹坂さんの服に気づいたかな。これ20年前ぐらいの、これ結構レアよ、レア。見てセガ入った頃のやつなんですけど、ね、このセガソニックだったんですね。セガソニックっていうのがポイントなんですよね。その理由があるんですね。当時はこのセガがなくて、このソニックだけだったんですね。ちょっとブーみたいな、商標が取れてなかったみたいなね、うん、それで当時の、でも逆に、ね、だから当時はセガソニックって入ったんですよね、うん、なんかでもソニックのおかげでなんかゲーマーファッションみたいなのがね、なんか普通のなんかね、あの青少年でもソニックの T シャツ着てたらかっこいいみたいな感じになってね。そうですね、結構あと輸入物も多かったですね。あの、はいはい、ヨーロッパとかイギリスですごかったじゃないですか。あのやっぱりクールなキャラクターとか、スーパーラバーズとかでいっぱい買ってた、ね、あ今でもソニックのアパレルは海外では発売されてます、いっぱい発売されてますね、はい、うん、やっぱり基本的にはかっこいい系です、うん、ソニックはね。筆箱とかカーテンまで持ってらっしゃるんですってすごいですね、はい、ありがとうございます。まだ読みますよ。はい、丸吉さんからです、こんばんは。ぴよ時間テレビ楽しく見させていただいてます。まず言わせてください。セガのゲームは世界一わら、ソニックは僕の人生に大きな影響を与えたゲームです。僕は、子供の頃病気の影響で心臓が弱く、激しい運動は厳しいと思われていました。そんな中出会ったゲームがメガドライブでプレイしたソニック・ザ・ヘッジホークでした。ゲーム内でクールに駆け回る姿は僕の心に大きく響きました。そして中学校に進学した時に選んだ部活動は陸上部でした。陸上部を選んだ理由はもちろんソニックのようにクールに走りたいからでした。嬉しいですね、うん、それから10年近い年月が経ちました。病弱だった僕も体育会系の大学へ進学し、社会人になった今も自分へ大きな影響を与えてくれていたと思っています。セガスターはソニックジャムのために買い、ドリームキャスターはソニックアドベンチャーのために買い、 PS3 はソニックワールドアドベンチャーがやりたいがために買いました。自分の人生を大きく変えてくれたソニックには感謝しても感謝しきれません。セガ大好きです。ソニック大好きです。ありがとうセガ。ありがとうございます。嬉しいですね、本当に嬉しいですね。ね、こういう仕事されてて嬉しいでしょ。嬉しいです、ね、まあでも自分もね、うん、だってセガとかメガドライブなかったらここにないしみたいな、なんかやっぱりすごく自分のこう、ね、それぞれの人あると思うんですけど、人生の中でこう引っかかりがあったっていうか、すごい好きなものっていうので、こうそれによってこう変わっていくってすごく面白いですよね、うんうん、本当にこうよもや、ね、セガ好きでメガドライブソフト全部集めようと思った人間が、セガ入るだけでコンプリートしたんですから後にこんなとこに来るとは夢にも思わなかったみたいな ね、秘書室長マジみたいなあの皆さんどうですか今 の、 あの皆さんは夢をね、こういうふうにあの皆さんにお伝えして、ね、やってなんか嬉しいでしょ。そうですね、いい仕事、あの本当にそういう人生のこう分岐点のきっかけになるっていうのはすごく嬉しいですし、うん、まあ、私自身もやっぱりあのセガ選ぶときにはあのゲームセンターでこうスペースハリアとか、ね、そういうのを見て、あセガかっこいいなっていうきっかけでこうセガにってなることがありますので、まあ、そういう人生のきっかけを与えるタイトルを手掛けられたっていうのはすごく嬉しいですね、うん、この星野さんどうですか。すごい素敵な仕事を、まあ、すごいいい話を聞いて、うん、もう来週からまた頑張ります来週からなんですね明日休ませてください。あの音楽もね、あのね、瀬戸さん世界中の人に口ずさまれ、ね、歌われ、ね、さっきの映像を見ましたけど、ね、やりがいあるでしょ。ああいう海外のイベントは、うん、まあ、ファンイベントみたいなのも結構あるんですけれども、うん、まあ、そういうのにここ3年ぐらい結構足を運んでる機会がありまして、うん、でそう直接こう触れ合う機会も多いんですけど、うん、そうするとあの曲の、まあ、メッセージ性が強い曲からこう力を受け取っただったりとか、音楽を始めるきっかけになったとか、まあ、ちょっとそのゲームの部分も楽しんでもらった上でそれから外れたところでもっていうのはありがたいっていうか嬉しい話ですよね。特に瀬野上さんは海外行くとモテモテでしょ。どうでしょう、ね、モテモテですよ、ね、モテモテですいいな、日本人がね、かっこよくて世界中にね。そうですね、うん、あれですよね、あの最近こう音楽 CD が結構出たりとかって話。ああそうですね、最近っていうか、ね、ずっとあのコンスタントにシリーズあるごとにあの発表はしてるんですけれども、ちょっと、はい、ぜひ見せてください。おちょっと持ってきてもらいましょう。持ってきてもらいましょうか。お出た、おなんかいっぱい持ってきてもらいました。そう、あの多少時間ありますしね、ちょっとこういう機会じっくり紹介する機会ってめったにないの で、 で、ね、時間使って、すみません、はい、ショップチャンネルの時間です。ショップチャンネルの時間いきなりこうこっちに振ってきました。じゃあ
ソニックの20周年が、2011年度、はい、まあ、あの年が結構そのソニックジェネレーションズを出したりした、年があったんですけれども、その年にですね結構再発というか、あのリパッケージといいますか、いろんな形で新しいのを出しましょうということで、ソニックアドベンチャーからアドベンチャー2、ソニックヒーローズ、この辺はちょうどこの3人がそれぞれのセクションで、まあ、チーフみたいな状態で一つの作品をまとめたものだったんですね。でこれらをまとめまして、であと初めてですねソニック CD、 これ星野さんが手掛けてたものですけれども、そういうものも作品になりまして、でベスト版、そうですね、20周年ベストみたいな形で、本当にあのメガドライブの最初のグリーンヒルからあのワールドアドベンチャーカラーズぐらいまで全て収めているものも出しまして、それってあれですか、今でも買え、もちろんです、あのだからこれもともとソニックアドベンチャーあたりがちょうど廃盤になってて、なかなか手に入れられないっていうのもありまして、まあまあ、でそういうのを復刻しようっていう動きがあり、で20周年記念の2011年にこうまとめて、立ててください、光っちゃいます、そうですね、シュリンク外しとくの忘れましたっていうか、これをホールドしておけばよかったんですね。どうしましょう、手が足りません。しっかり見せていただきたいですね。持ちましょうか、みんなで。持ちます。じゃあ星野さんにはソニック CD を、はい、飯塚さんにはアドベンチャーで、そりゃそうだ、確かに。じゃあこれ 今でも入手かと、逆に 今手に入るものの手に入れてくださいって感じですね。うん、ですね。どうですかお客様みたいな。ぜひ皆さん。でこちらの方に関してはあのレッドブル、レッドブルが被る。確かにそうでした。レッドブルを、レッドブルも大事なんだけど。レッドブルも大事なんだけど。はい、あれいいな、このドタバタ倒れてね、もっと準備しとけよ的な感じですけどね。相関ですね、こうやって見ると全部揃えたいですね。で、ソニックジェネレーションズ、こちらは20周年記念タイトルしていました、タイトルのサントラになります。お、また倒れた、いかんでこの辺に関してはあの CD だけじゃなくてですね、まあ、配信の方 も、やっておりますので、合わせてこういう時あれですよね、やっぱりこうショップチャンネル的には、ところでそのお値段はっていうパターンってあると思うんですけどあ、黙っちゃった、ダメだ、安いとにかく安いと基本的にそういう、そんな感じの手が ね入ります、ね、でもソニック好きだった方はね、あの曲聞くと本当にいろんなイメージ、ビジュアル、ね、あと自分自身の記憶蘇ってきますからね、ぜひ皆さん、はい、買ってくださいねなんかね、はい、コメント見てたら買っていただいた方もいらっしゃるみたいな、もう買ってくれた方もありがとうございます。今買ってくれた、ね、今いや持ってくれてる方もね、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと字が下手すぎてカンペの字が下手すぎて読めないで飯塚さんの手元にクリスマスナイツとかありますよね。ごめんなさい、はいはい、あ、これちょっとそうよ、クリスマス、これはあのさっきあの話に挙げたクリスマスナイツですね。これさっきね話出てたんですけど、クリスマスナイツある日開発の中で作ってましたと。そうです、あので作ってた、そうだけどなんかこう売り物にするにはちょっと短いねって話があって、どうやったら世に出せるんだろうって話をね当時してて、本当にあのこれは売り物ではなくて、あのナイツのこのクリスマスの世界をこう、うん、できるだけこう皆さんに多くあの配りたいということを言いまして、で結局、ね、本体に同梱して、そう本体の、ね、キャンペーンに、クリスマスのキャンペーンに入れていただいたのと、あと本当にあの実費だけでお客様のお手元に届けたという、すっごい考えたんですよであのね、ちょうど当時セガサターンとプレイステーションっていうのがですね、こう値下げ合戦みたいな、もう時期ごとにこういろんなキャンペーンを打ち出して、じゃあこの年末どうしようみたいな話になったんですけど、もう値下げ合戦やり続けると本当ぶっちゃけしんどいんですよね。そうじゃなくてもハード赤字なのにみたいな、で値下げってやってるのをちょっと一回こう切り口変えて、あのクリスマスだし、クリスマスプレゼントのイメージ戦略と同時に、値段を下げるっていうんじゃなく、こんな素敵なプレゼントがついてますよっていうのをやってみようという、うん、まあ、ストーリーにして、うん、でも、ね、そこでつけちゃうとすでに、ね、本当に熱心なファンの方は先に買ってくれてるのに、どういうことだという話になるよねっていうので、
うん、まあ、そこをケアするのに、実費で、実費とか送料、手数料みたいな感じで、皆さんにお配りしようと。それが実現できたのは本当に嬉しかったですね。そうですね、あれはでも本当になかなかないですよね。ね、なんか本当開発で見せてもらってなんかいいなと思ったんですけど、なんとね、岡村さん何とかしましょうよ。あ、まあ、岡村さんという人は事業部長ここで言ってもなんですけど、まあ、今あのトムスエンターテインメントという会社社長をされてます。あ、そうなんだ。はい、僕も長い指定関係にあるんですけどね。あ、今、はい、トムスにも。あ、今トムスは非常勤役員やってるんで。あ、それで中野で時々見かけるんだ。あ、そう、たまに歩いてる、見かけて。中野歩いてますね。はい、今度飲みましょうね。飲みましょう、中野でね。じゃあ話がそれます、ね、話がということで、ね、いや本当これはだからあのパッケージコマーシャルも含めてすごく今でもパッケージが大好きなんですよ、うん、このナイツのもそうだし、クリスマスナイツのクリスマスキャンペーンもそうだし、本当にね、うん、これであのナイツを知ったっていう方はすごく多いですね、うん、クリスマスナイツで、うん、死にましたっていう人が多いね、うん、いやあれは本当に、まあ、自分たちながら見事なパッケージングだと当時思ってなかった、ね、勝手にもう喜んじゃいました自分たちもね、うん、なんかその宣伝あのソニックチームのホームページ当時やってましたけど、それなんか書いたの覚えてますね。ね。すみません、10周年パックそのもうそこであったら、これはアドベンチャー2の時のね、そのちょっと見せてよ、はい、ドリームキャストのアドベンチャー2がちょうど10周年、ソニックの10周年に当たる年になったので、うん、10周年記念パックというパッケージを作っていただきまして、でこれ、ね、これ限定販売だったんですよね。超豪華だったよね。ね、ちょっと開けちゃっていいですかね。あ、製品の他にこう10周年記念セットっていうのを作っていただきまして、で音楽 CD と、メダルと、あとヒストリーブックみたいな、この3点セットをつけて、販売したというのが、持ってる人いる？ねえ、これはい、あ、持ってます。もう今プレミアついちゃったら大変じゃないですか。ねえ、あ、メダルだけ持ってるっていう。で、これこの時はあの10周年ということで、まあ、これをあの、確か2日間限定販売っていう。やったやった。なかなか。それも面白いですね。はい、もう本当さ。背がすごい、うの変なこといっぱいありましたよね。そうですね、通常だったら初回限定とかなんですけど、これ2日間限定パックっていう日付限定の限定販売でして、うん、あの流通の皆さんには大変なお手数をおかけしました。そういうことできるんですね。まあでも大変だったんでしょうけどね。これを実際あの、まあ、私とあの中さんとであの2人で日本を縦断、5都市縦断しまして、あのこれを実際こう売って回ったっていうことをやりました、10周年の時に。クリエイター自らで、しかもそれだからこそできる2日間限定の10周年の、はい、ね、うん、いろんなことやったんですよ。それ2日間だけでやったんですか、そのイベント。そうです、北海道から福岡まで、ガンガン、はい、5都市ですか、はい、2日間、2日間でやらないとなくなっちゃうもんね。なくなっちゃうもんね。10周年記念だったんで。でも今思い出すと楽しかったでしょ、なんていうかな。そうですね、すごく楽しかったです ね、 ね、うん、あの実際その5都市で、まあ、ファンの方とかいっぱい集まっていただいて、うん、でいろんな都市でこうすごく歓迎していただいたのは、うん、今でもすごくよく覚えてます ね、 ね、海外もですけど日本の中でも、ね、愛されてますからね、全国津々浦々で、はい、ありがとうございます。最後にですね、あの締めに入る前に、あの全員からお一言ずつですね、あのソニックはご自身にとって何だったのかっていうのをちょっと聞きたいと思います。ソニックでは高崎、ソニックは竹崎さんにとって何ですか。ソニックはですね、そうですね、私にとっては一つの自信といいますか、自信というのはファンとしてね、ファンとしてこうメガドライブっていう自分の大好きなハードを世に、こうアプローチするって時に必ず中心に、置いておけるもの。さっきもまあ言いましたけど、店頭でこうデモがかかってても明らかにこうお客様の目を引くっていうことができるソフトなので、これはもうメガドライブファンにとってはですね、こう自慢の一品というか、はい、ちなみにあのスーパーモナコ GP とかもね、結構いいタイトルだったと思うんですけど、そのあたりをセットにして、よく私はあの職場でいろんな人に売り込んでメガドライブをいっぱい周りに交わした記憶がありますが、はい、そんなんでしたね。そういったあの自信を与えてくれる
セガの会心の一作と、高崎さんだけじゃなくてね、本当にたくさんの、ね、ゲームファンにとってのプライドですよね。そうです ね、はい、ゲーム好きな人のアイデンティティですよね。はい、では向こうが瀬上さんの方から。こっちからいきなりとか、はい、いきなり意表をついて意表をつかれましたね。僕の場合もですね、僕セガに入ったので93年なんですよ。でということは、まあ、ソニックをちょうどメガドライブで1から2からっていうか、もう1、2をずっとこう遊び、とりあえず遊び倒した上で、でセガをこう、うん、セガの門を叩いたというか、まあ、そういう形だったんですけど、で、まあ、好きなキャラクターだっただけに、それこそグッズも集めてましたし、好きなキャラクターだっただけにその携われることになったのがまず最初嬉しくて、でそれ以降ここまで長いことこう実際一緒に何かやるとは思ってなかったので、なんでしょうね、ソニックとは何かと言われても、なんかここまでこうなんか自分を引っ張ってくれてきた大きな存在のような気がしますけど ね。高校生ぐらいの頃から髪伸ばしたってことは、もともとロック少年だったんですよね。もともとというか、そうですね、もう完璧に。ロック少年で、ね、ある瀬上さんがソニックも好きだったっていうのは面白いですね。あ、そうですか。そういうものだったんですね、そのソニックっていうのが。ロック聴きながら遊べるゲーム、やっぱりこうキャラクターが出てきた時にちょっとセンセーショナルだったっていうか、嫌な存在じゃないようなイメージもあったりして、うんうんうん、あ、面白いですね、はい、では星野さん考え込んでいらっしゃいますけど、はい、ちょっとしま無茶ぶりな質問すいません。ソニックですね。ソニックとは、このコーナー冒頭に、まあ、飯塚も話してましたけど、ソニック1が出た時っていうのが、まあ、僕が入社した時とほぼ一緒なんですね。でその最初の年の、まあ、ソニックが世の中にデビューした、東京ゲームショウの時に僕が初めて見て、まあ、ちょうど上司が大島さん でその時にアメリカから、まあ、見学に来てた中さんを紹介してもらって、まあ、そこで初めて中さんと会ってとか、もう本当にキャリアの出発点とほぼ重なるって感じなんですかね。それからもだからずっとソニック CD から始まって、ずっとソニックのフラッグシップのタイトルをやらせてもらって、なんか結構こう華やかな感じで、まあ、ここまでできて、今日もまあこんな番組に呼んでいただいたりして、本当に自分のキャリアそのものっていう感じですね。ありがとうございます。飯塚さん締めてください、はい、こうまだ締めだいぶ時間早いですけどね。いやまだね、だからね、この後ちょっとクイズなんかもやりたいので、はい、はい、そうですね、まあ、よくまあ、クリエイターの立場から言うと、まあ、そのキャラクターは我が子のようだってよく言いますけども、もう私にとっては我が子を通り越しても師匠みたいな、もう先生みたいな、自分はセガに入ってきて、でずっとソニックをと共にこうセガ人生を送ってきた感じでして、で、まあ、ソニック3の時に海外に渡ってソニック3を作ったんですけども、まあ、そのソニック3で海外アメリカに行ったのが私の初海外なんですね。そこでパスポートも取って初めてアメリカに渡って、でソニック3を作って、だからソニックのおかげで海外を知ったっていうのもありますし、でその後アメリカで生活することになるんですけども、もうそれも本当にソニックを作るためにアメリカで生活をしてっていう、本当に私の自分の人生の半分ずっとソニックと共にこう成長を続けられたっていうところがあって、本当にもう自分の体の一部みたいな感じですね。こんだけね、人生をソニックと一緒に過ごしてらっしゃる方が一生懸命作り続けてね、で皆さんすごいそれによってこう幸せになんとかな自己実現できて、みんなそれで楽しめるって本当ね、本当にいいこと、幸せな時代、幸せなコンテンツだと思いますね。ここでソニックアドバンスからジェネレーションズまでのダイジェスト映像がありますので、ちょっと流しながらお話をつ、ドリームキャストの後ですね、はい、そうですね、はい、はい、
time, man. He'll put you to the test. He's like a running man in his world. War is less. And if you want to test him best, bring your best. Don't make me spell it out. Bring your best. In this world. はい、こんな感じなんですけど、ね、もうちょっと、ね、あのお話も聞きたいですし、せっかくなのであの視聴者の皆さんの質問とか ね、 あと思い出話と一緒にしたいので、ちょっともう一回流しながら、はい、やっていきたいと思います。視聴者の皆さん覚えてる、ね、ソニック初めてやった、ね、そう みんなの、ね、本当初めて遊んだソニックってどこからなんだろう、ね、そうですね、まあ、なんか今この深い時間に見ていただいている方は古いハードからの方が多いかもしれないなと思うんですけどね。一昨年とか去年とか結構ライブやったんですけど、はい、日本でもそうするとアドベンチャーぐらいから入ってる人って結構多いんですよね。あれにはびっくりしましたね。どうですか皆さん、最初にやったソニックメガドラ、やっぱりメガドラから、まあ、メガドラから、メガドラ多いですね。ソニックシャッフルって言ってますよ、うん、それもなかなかああなんかやっぱりアドベンチャーからっていう方はすごく多いですね、うん、あの海外のイベントとかやってもやっぱりアドベンチャーからっていう人は多いですね。あゲームギアであった人もね、アドベンチャーってやっぱ一番大変だったのが声とか、もうとにかくそのいろんなものが今までそれまでと違って作る物量とかが半端なく広がっちゃってっていうのが大変でしたね。チームも後半でかかったし、ね、アドベンチャーが一番作るのが大変だったっていうか、うん、もう 2D から 3D の切り替えということで、うん、ゲーム性が全く変わってきたので、うん、どうやって 3D でソニックを遊ばせるのかというところからスタートだったので、うんね、それでいて、ね、新しいことをやるんだけれども背負っているソニックのイメージともありますね。期待されている、そうですね、あのスピード感とありますよね。それをこう裏切らずに新しい、ね、だからさっきも話したけど、こう 2D のスピード感のあるゲームを 3D にどうやって置き換えるっていうところは、うん、そりゃ、まあ、作るのも大変だ、物量も大変だけど、うん、ゲームデザインも大変ですよね。まあ、実はだから私たちがドリームキャストで作る前に、あの違うチームがソニックを 3D でっていうチャレンジを海外のスタジオとかも試行錯誤してた時があったんですね。で結局 3D 空間の中でソニックらしさっていうのが出せずに、うん、あのそのままボツになっちゃったのもあるんですけど、まあ、それにじゃあ今度は我々が挑戦しようって言ってアドベンチャーを立ち上げた、うん、やっぱりね、あの 2D 時代ずっと最初から作られてたチームが作ったものがやっぱりちゃんとした一番いいものになったっていうね、それで未だに愛されてるっていうねハッピーエンドですよこれつまりこれからのこともね期待できるってことですよね、うん、
あの新作についても匂わすかっはてなとか書いてあるんですけど、新作新作ってみんななんかコメントをくれてますけど、どうなんですかね。そうですね、あの、まあ、2011年にソニックジェネレーションを出しまして、で12年にソニック4エピソード2、うん、でもう2013年になりましたの で、 そうです、ね、またあのこの2013年に何か、ソニックの新作をお届けできればいいなと。今年中にということですね。はい、できれば、はい、言っちゃいましたよ。何かお届けできればいいなっていうのは作ってないと言えない、ねね、かなみたいな。いい情報聞きましたね。いいですかね、これ突っ込んで。いや、本当でもソニックはね、あの懐かしいね、あのいろんな話も出てきますけど、ずっと現役ですから、はい、ずっと新しい、ね、しかも未来の話も出てきましたよね。なんかまた驚かせてくれるような気がします。毎年何かお届けできればなというふうに思ってます。あ、もうみんなうおーって来てますけど、他にも質問あったら名指しでもいいですよ。ここで質問聞いたら、ほら何のハードですかとか。いやもうあのこれ以上何も言わない言えないそうですよ。残念ですね。元広報とは思えないような質問に、ね、答えやすい質問を、ね、皆さんね、あの視聴者の人もあの鍛えられてるんで分かると思うんで、空気読みながら質問していただけるとね、おまちゃり出しませんかみたいな面白すぎる、うん、そんなあ、ね、そうかそうか、海外でしか出てないのも日本で出してほしいよっていう声もね、当然ありますよね。海外でしか出てなくて日本でって言ったらちょっと古い話ですけど、あのソニックブラストを日本で出すのに、サタン版だけ出たんだよね。そう、はい、相当苦労しましたよね。なんかあの日本だとこう何でしたっけ、バグっていうかなんていうか、なんか仕様をねちょっと直さないといけないのがなんかあって引っかかっちゃって、えらい時間かかって出したなと思って、あれが懐かしいですね。いやでも出されたんですね、頑張って。そう、あのソニック、ソニック 3D フリッキーアイランド、日本ではそうですね、タイトルしたんだっけ、うん、なんかいろいろなんかタイトルを変えました、うん、あ、ソニック 3D ブラストを出す、ソニックライバルズと、まあ、今出てましたけど、うん、ソニックライバルズとあとソニックオールスターレーシングですね、が海外で、うん、みんなよく知ってますね。そうそうそう、コメント見る。そうですね、うん、オールスターレーシングはだってね、海外では相当鉄板なタイトルですよね。はい、あのいろんなプラットフォームで、ね、マルチプラットフォームで展開しているタイトルですね。モバイルも出てますもんね。はい、うん、はい、ね、これからね、でもこういう人がね、あの創世記を支えて今でも現役でね、まだ皆さん若いですよね。でガンガンやってると皆さん安心して若くないですよ。若くないけどね。セガ入って20年経っちゃった。もうそんなになったんですか。てかびっくりしますね。だって28で入ったのにもう48になっちゃったからびっくりした。早みたいな。僕とは50になっちゃいましたね。まあ、セガと関係ない話、申し訳ないですけど。本当にびっくりしたな。ね、こういう嫌なことしですね。あと、高橋さん、あの映画の話もちょっとしときます。はい。映画の話。ディズニー映画になんとソニックが。そうなんですよね、企画すごい面白いですね。ディズニー映画のシュガーラッシュっていう、この3月の23日でしたね、あの公開されるんですけども、あのそれにあのソニックがちょこっと出てまして、先日、うん、エッグマンも出てるんだっけね。ソニックとエッグマンですね、うん、でシュガーラッシュ自体があのゲームの世界を舞台にしたお話でして、うん、まあ、その中であのソニックもあのゲームのキャラクターとしているゲスト出演させていただいています、うん、ちゃんとメインのポスターに、ね、でも面白いですね。さっきほらゲームが映画のようにってこう見せて、はい、逆に映画がゲームを扱って、そうですね、これなんかほら知ってます、これトイストーリーの現場みたいなね、ゲームの世界の中のキャラクターがゲームの中で頑張る、で外の世界との関係もあるみたいな、でその中で本当に有名なメジャーなゲームキャラクターが、うん、いっぱい出てきて、はい、当然ソニックもね、そんな中にはいると。うん、先日あのディズニーさんのご好意で試写会に参加していただきまして、いいな、もう見させていただきました。最後どうなるんですか？それを言っちゃった。違いますね。いや本当に面白い映画でした。うん、なんかそのぬいぐるみの真ん中の、横見て楽しみにしてる、すごく。あのラルフってのは悪役なんですよね。これが。そう、でずっと悪役やってきて、その子がなんか始めるわけでしょ。主人公ですね、この作品の、うん、っていう、本当に途中
あの冗談抜きで途中涙がポロっていうシーンもありまして、あのもうゲームファンだけではなく皆さんにすごくお勧めできる映画ですね。ニックが出てきた、喋るんだ、その喋るし。であとこのあのディズニーさんのご好意でですね、あのソニックファン の方々にあのシュガーラッシュ の特別試写会の招待をあのいただきまして、あの今現在あのソニックのポータルサイトであるソニックチャンネルというサイトにあのシュガーラッシュの特別試写会 の、はい、案内が出てますので、22月の6日の水曜日の正午まであの受け付けてますので、あのぜひあの応募してみてください。社員も応募していいですかね。はい、社員も応募ありですか。いやー、弾かれるか、弾かれるか。10組20名様、はい、招待なるほど、していただけることになりましたので、ぜひ、まあ、初日に見に行こうかな自力で。もう3月すぐですね。すぐですもんね、うん、見たいですね。これでも絶対見るよね。こういう映画だとね、なんかこう子供と一緒に見に行きますみたいなシチュエーションが作れるから。あ、もう子供いるんだ。子供いるんだって、子供いくつぐらいなんですか。子供そこで子供ないくつかな話してもしょうがないじゃないですか。ソニックの時間なのに。いやほら、ゲーム少年が大人になって子供がいてね、子供と一緒にゲームやったりっていうね。あ、そうですね、子供もゲームいいですね。いや、シュガーラッシュは子供と一緒に見に行ってきます。はい、いいですね。はい、ありがとうございます。ね、皆さんお待ちかねだと思いますので、最後にですね、視聴者プレゼントの4択クイズいっちゃって来た、はい、当選者1名ということです。ね、4択で、ね、勝ち残った中から1名を選びますので、確率、ね、あのね、あの答えが分かる人にはちょっと確率が高いですよ。一つあの、ちょっと申し訳ないんですけど、ニコニコ生放送旧バージョン視聴者の方のみ参加できます。今ちょっと、ね、古いバージョンにあの使っている方は参加できません。申し訳ありません。正解者の中から、最新作1名様に最新作ソニックジェネレーションズ、と、ソニックのサントラ CD のセットをプレゼントいたします。ね、これはね、仕上げます。見えますかね。ちょっと頑張ってくださいね。結構難しい、はい、難しい問題を用意していただきましたので、結構割れると思います。ね、でも意外と知ってるかな。ソニックの時間見てる人だから知ってるかもしれないですね。これ高速でググったら分かるようなもの、分かんないな、ググっても分かんないですね。確かに、うん、ググっても分からない問題、はい、集中してください。はい、ではクイズの問題を出してください。これ出てるんですか。出た、はい、あ、出た。メガドライバーのソニック2では、サウンドテストを一定の順番で鳴らすとアクトセレクトができるようになっています。この番号、はい、ね、これね、意味が分かる人はね、知ってる人はね、エピソード知ってる人はパッと分かると思うんですけど、高崎さん分かります。これ僕は分かります。皆さん分かるかな、分かるかな。はい、もうクリックしてください。締め切りますよ。ヒント言いません。そうそう、あれだよ、あれ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 です。はい、締め切りました。ここまで。あれ、わからない、意外とわからない。これ意外とわかんないですよ ね。なるほど。皆さんわかりました。まあ、もう私はもう、ね、あの当時何回も入力しました。何回も仕事上ね、しっかり覚えました。はい、正解、あ、割れましたね、やっぱりね。あ、本当だ、割れた、ね、いや、いい問題でしたよ。ね、難しかったね。これご存知の方いたら答えと答えの意味を教えていただきます。はい、知ってる人いますか。あ、じゃあ私から、ね、もうこれ正解言っていいんですか。はい、ですね、あの19650917、はい、ね、この数字に意味があるんですね。はい、これはあのメインプログラマーである、ああの中裕二さん の生年月日です。はい、知ってましたか。ね、20数パーセントしかいなかったですね。正解29%ぐらいですよね。はい、いい感じに割れました ね、 ね、いい感じに割れました ね、 ね、今年の9月17日は思い出してね、なんか中さんにプレゼントいいじゃないですかね。さて、これはここで、もう、はい、ここでこの中から1人、あ、出ました、陽さん、おめでとうございます。
はい、という感じで、もうちょっと時間いいですかね。もう時間ですか、ね、また時間ちょっとあるのかな、はい、せっかくこう、ね、4人揃ってるんで、うん、視聴者の皆さん何か質問とかあったらもうちょっと聞きますよ。はい、セガの歴史についてでも、あるいは制作現場の、ね、ことについても何かあったら、コメント見てます、質問受け付けますちょっとタイムラグなんですよね。ね、はい、あ、中さんの逸話いいですね。これ高崎さん教えてください一時期よく高崎さん中さんとね、あの飲み行ったり、いろんな企みを、そんなに飲みに行ってたから僕の話聞いてると、あの、すみません、僕のせいで飲み合いでしか見ないもんだから。いや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 、なんか今日のこの1時間半枠の中って僕飲んでる人みたいな感じなんですカラオケがうまいんですよ。カラオケは関係ないから全然、ね、知ってます、プロ級ですよ。あのカラオケなんか歌ってましたっけ全然記憶にないな。あとさっき流れてたやつであれでしたよ、あの星野さんメタルソニックじゃない、あれのこと話してましたけど、シャドウの誕生秘話みたいな。ああ、いいですね、シャドウのイメージとか。僕はぜひ聞いときたいですよね、うん、そうですか、ぜひぜひ頼みますよシャドウ5分で話せないですよそれを5分で話すのが今来てたら、あ、はい、基本的にあのメタルソニックとの時と同じようなソニックの、まあ、ライバルっていう設定のキャラクターなんですけど、まあ、一番特徴なのは彼 の、 あの見た目ですよね。で、設定の話よりも、まあ、なんだろう、もっと知らない、誰も知らないような話の方がいいのまあ、タトゥーみたいな扱いになってるんですけど、この黒い体に赤いラインが入ってるっていうデザインにしたんですけども、赤いラインを、ソニックのゲームって後ろから見ること多いじゃないですか、 3D になってから。その時にやっぱり後ろ姿にすごく特徴が出るような、あとはまあ見やすいようなっていうことをちょっと考えて、まあ、アクセントカラーを後ろから見えるようなところに集中的に入れてるとか、あ、こういうのはあんまり設定の方に載ってない話だったりするので。あとは一番特徴的なのは走りの時の動きですね。こういうスケーティングみたいな動きをするんですけども、あれはやっぱりソニックのライバルっていうふうに言われて、一番最初にこう頭に浮かぶのはこの2人で並走してるシーン、まあ、これをまあどうかっこよくしようかっていうふうに考えたときに、もう全く同じフォームで走ってるよりはちょっと違う感じで動いた方が、ソニックはもうこういう走りであれば、ちょっとシャドウはじゃあちょっとスケーティングにしてみよう。ちょうどあの頃ってあのオリンピックでスピードスケートの清水選手とか、まあ、すごい、まあ、僕の中でかっこいい存在だったので、まあ、そういうエッセンスも入れて、ちょっとスピードスケートみたいな、ロケットスタートみたいな、ああいうテイストをちょっと入れてみたりとかしました。こんな感じ。ありがとうございます。みんな他でしたことない。ね、で、あの雑誌とかさっきおっしゃったけど、資料なので、今出てる資料に載ってないような話が聞けば聞くほど出てくるもんですね。またやりましょう、この番組ね。今日ね、今夜中だからみんな気づいてないけど、トーク番組で1時間半ね、もうこんだけ盛り上がってまだまだ話足りないって、やっぱりゲームの歴史ってこう掘れば掘るほど大事なこといっぱいありますよね。始まる前に1時間半持つんだろうかという、なんとかたどり着いた感が、ね、あってみんな大丈夫、ね、面白かった、ね、面白かったでしょ。ちょっと心配だな。誕生秘話だけで全部1時間半持ったかもしれないです、ね、誕生秘話にすればよかったしまった、そして喋んなくてよかった。いや、でも皆さん、本当にありがとうございます。瀬野根さん、ありがとうございます。星野さん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。高崎さん、ありがとうございます。あ、そうだそうだ、はい、最後一つだけ、はい、どうぞ。さっきラスティーハーツの時、セガ ID って出てたと思うんですけど、さっき僕のさっき肩書きのカスタマーリレーション推進室ってところでは、セガ ID をもっと皆さんが楽しく使えるようにという企画をやっております。なので、セガ ID ぜひ取っていただきたいな。今年、この後夏頃からすごく面白くなってくる予定です。はい、セガ ID、はい、よろしくお願いします。はい、ではこの辺りで締めさせていただき、またぜひちょっと同じメンツでね、はい、ちょっと今度ちょっとね、ま、じゃあ今度は飲みながら、はい、ソニックの時間はこれにて終了です。もちろん不要時間テレビはまだまだ続きます。とりあえずここはさようならということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。